中央に上げる、合わせた、先制群馬、田中大前、もう一度もらい直す、狭いところ打ってきた、の怪我が心配されましたが試合が再開しています。クロス上げて、クロスだ、上げて陸愛媛、近藤のディフェンス、このボール群馬、さあ出ましたよ、田中、遠いサイドには大前がいる、旗を切った加藤、ダイレクトで大前、大前追いついた、大前からヘディング決めた、あと1対1にできるのか、最後は右足のシュート、ずれたというところですね。ロングボール、オフサイドはない、田中から大前、ワンタッチ、新田、新田シュート決まった、先制群馬、先ほどは取れませんでしたが、どうか、ファー流れていく、ヘディング決まった、佐藤拾って群馬カウンターになる、加藤純也が運んでいく、加藤純也横に出して田中、大前ファーサイド、いいボール、ヘディング、ロングスローを入れてきます、このボールがーっとダイレクトでホール、おーおー、打ってきたか、ダーテパスを入れたりとか、おお、お前このトラップからチャンスになってきた、よし北狙ってくるか、今度はふわっとしたボールで中央、ヘディングシュート、渡辺いましたので、その精度の高さ知っていると話します。コーナースラッシュ、ボール川田パンチング、1点を返した、吉永から田中を走らせる、オンサイド、中には2人、クロス、お前サイド、田中、この大外を回っていく高橋、ゴール前に送ったシュート、この攻防になります。金城のクロス、ファーサイドシュート、決めた、岩田もいます、そのちょっと引っかかる、そして大前、大前が打っていく、キーパー、そしてもう一度決まった、下は先に触れていました、真ん中だ、嫌なボールだ、押し込んだ、長いボールで高木につながります。サポートに来た北がスルーして死んだ、ホームからのいいサイドチェンジ、中ヤクサ打った、久保と入ってきた、中央北側、真のサポート、中央中山、セカンドボールは矢野が落とします、ただこれ入れ替わって内田、もう一回シュート打ちます、でこぼれたところに青木が反応、高橋のクロス流れてきますが、シュート打つなんですけどもね、ここからシュートができてですね、高木、馬は高木です、右、青木、青木に通る、青木だ、青木のシュート、ちょっといきます、藤井、高橋大吾、さあチャンスだ、シュートいけるか、決まった、白石、駒がつく、白石クロス上げる、ゴールが決まった、キックからのボール、はい、スッと止めている、おお、青木を狙う、青木が来た、青木が来た、ジェンス受けながら運んでいく、バックパス、大前が詰める、こぼれている、さあ奪った、大前流し込んでいきました、群馬先制、
群馬先制の絶好のチャンス。33分、お前元気、身長の高い選手も入ってきているがニアサイド反らして、面白い、ここは決まりました。外す、一つ溜めて内側、お前、吉永のクロス、いいボールだー、続いていきそうです。中央ヘッド、決まった。田中俊也仕掛ける、斜めに青木が来る、田中俊也切り返す、左を見ている加藤純也、エリア内、加藤純也ー